ありがとうございました。流山市にお住まいの音楽家オカリナ奏者の小平光一さんの演奏で大きな古時計を演奏していただきました。あのダブルオカリナも素早く左右に動かしてこうキレがある音を出していらっしゃって、はいはい、すごいもうあの聞き応えもちろんありますけど見応えもある楽器ですね。そうですね、見てもらうと思うとね分かると思うんですけど ね、また機会あったら、はい、たくさんの方に演奏していただけるといいですね。はい、はい、さあ今日のまるごと千葉60分ですが、流山市にお住まいの音楽家オカリナ奏者小平光一さんをお迎えしまして、お送りしてまいりました。小平さん今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは交通情報です。日本道路交通情報センター白山七重さんお願いします。はい、お伝えします。京葉道路の上りは花輪で3キロ半の渋滞です。東関東自動車道や千葉東金道路などは順調に流れています。千葉県内の一般道路の状況です。国道357号線の市川方面の西行きは船橋栄町で2キロ、国道14号線の上りは千葉西警察署入り口と船橋港町でそれぞれ1キロの渋滞です。国道409号線の上りは富里市七重で1キロ、国道408号線の下りは成田市土屋で1キロの渋滞、国道51号線の上りは成田山入口で1キロ、酒々井町酒々井でも1キロ近く混雑しています。国道296号線の下りは八潮工業団地入口で1キロ、国道16号線の野田方面へ向かう内回りは柏市大島田や松ヶ崎でいずれも1キロ、八潮方面の外回りは柏インター入り口で2キロの渋滞です。国道6号線の上りは我孫子市柴崎で1キロ半、県道市川松戸線の6号線方面へ向かう車は市川市河野台で1キロ半の渋滞です。ところで八重垣神社祇園祭に伴う交通規制についてお伝えします。八重垣神社祇園祭に伴い匝瑳市八日市場伊周辺の道路では今日は夜10時まで車両通行止めなどの交通規制が行われています。またこの規制は明日5日も夕方4時から夜